日本九州地方福岡県北九州市小倉北区馬島馬島は響き灘上にある福岡県北九州市小倉北区の標高20メートルほどの丘陵が連なる大地上の友人島である。また地名としての馬島は福岡県北九州市小倉北区の大技となっており、全島及び近くにある和合陵島、片島などがこれに該当する。 北九州市の中心部近くの小倉北区、浅野の海岸部から北北西に約1 0トル、若松区の響きなだ埋め立て地の海岸部から北東に約3キロメートル、山口県下関市の彦島北西端の南風パクから北西に約2 5キロメートルの場所に位置する。島の約3 0 0ル北東に六連島がある。 馬島の約4キロメートル北西にある愛の島とは、都線で行き来が可能。島の南の沖合には、和合領島、南西の沖合には、片島という小さな無人島がある。島の東側はかつて、金崎島という別の島であったが、現在ではさすが発達し、馬島と陸続きになっている。近傍にある六連島より小さいため、小六面島とも呼ばれる。 面積約0.26平方キロメートル、等の周囲は約5.4キロメートル。古代三奇層からなっており、海やクジラの化石や、縄文時代前期から古墳時代の土器などが発見されている。標高34メートルの大地上の形をしており、屈曲した複雑な形の海岸線である。人口は32人、世帯数は14世帯3月31日現在。 福岡県の有人島の中では人口、面積ともに最小。島の南部に漁港があり、馬島と浅野及び愛の島を結ぶ都線が運行されている。漁港の周辺に人家がある。島内に商店、飲食店、宿泊施設はない。医療施設としては北九州市立馬島診療所が存在する。道路は 集落内に放射状に数本程度が伸びるのみであるが、海岸を歩いて一周することは可能。かつては、米町小学校及び城南中学校の分校が設置されていたが、どちらも平行となり、現在は島内に学校はない。小学生は本土側の小倉中央小学校に都線で通うことになる。中学生は、愛の島と同様、響き寮に入寮して、 城南中学校に入校するか、菊涼中学校に都線で通うか選択となる。下関市と協定を結び六連島との間に海底送水管を付設し、2004年4月1日より下関市水道局が島内に水を供給している。馬島の名の由来は、金崎島とつながった時の形が、馬の形に似ている馬の牧場があった。 馬を乗せた船がここで遭難したという説がある。小倉藩が、漢文年間に、対岸から住民を移住させたという。1889年の町村制止工事に、愛の島や、対岸の本土側の地域とともに、菊群板別村の一部となる。以後は、調整志向や市町村合併により、所属市町村は、板別町小倉市北九州市小倉区。 北九州市小倉北区と変遷している。反応反漁で漁業のほか分け木などの栽培が行われている。愛の島と同様、猫の多い島として知られている。島内の猫のほとんどが2014年末に避妊手術を施された地域猫である。この手術時点で島内には90匹ほどの猫が生息していたが、その後、猫の不審死が相次ぎ、 30匹ほどまで減少している。農薬を塗った魚の切り身も発見されたこともあり、否認手術を実施した団体が、刑事事件として告発。2020年6月5日には、小倉北在住の80代の男性が、長寿保護法違反の疑いで、福岡県警に書類送検された。馬島は、市営都線のダイヤでは、停泊時間三分となっているが、実際は、 着発となっており、上下線が終わり次第出港となるので注意が必要。島内にバス路線やタクシーはない。離島振興対策実施地域一覧国土、交通省国土政策局離島振興課、福岡県ってどんなところ北九州市小倉北区水系人口2019年3月31日現在水のレポート下関市水道局猫と触れ合える島で、 毒入りの餌巻き、六匹を殺傷した疑い。2020年7月6日閲覧。ありがとうございます。